富の負けだ。無念でございます。言うなせん。短い人生だったが、そなたとの日々に悔いはない。幸せだったぞ。せんとて夢のように幸せでございました。せん秀頼様。いよいよ最後の時が来ました。明日にも城は落ちましょう。秀頼様ともども、千も潔くここで死にます。そなたたちは、真田幸村殿より使わされた女忍び。よく今日まで姓を守り、仕えてくれました。礼を申します。千姫様、もったいないお言葉。最後の務め頼みます。今宵秀頼様の御胤を宿して奉ること、豊臣の御子をそなたたちの力で残し、必ずや丈夫な御子をなして憎き徳川家にたたるのです。承知いたしました。お言葉ですが、殿には一夜で私たち三人もお相手くださるお力がおありでしょうか。そのための我らが信濃忍法、男と女子の性の秘術であろうに。秀頼様は寝所にお待ちです。さあ行くがいい。これで豊臣の血は残りましょう。姫様、徳川の忍びでございましょう。あの傷じゃ、じきに死ぬよ。野党寺。返して。己真田の苦の一ども。頂戴つかまつりまする。救い出したる者には五千を嫁に使わすぞ。
顔を見せてくれ。怖い思いをさせたが、もう安心じゃ。おじい様、千は生きながら得とうはございませんでした。これを千、バカなことを申すではない。死んでどうなるというのじゃ。いいえ、秀頼様と共に死ぬ覚悟でおりましたもの、坂崎出羽守がいらざる間におっしゃって。姫様、下がりゃ。顔なぞ見とうない。おう、よしよし、では座を外せ。ご所様。では これをせん、大事な話。そちの腰元の中に敵が紛れ込んで、豊臣家の家臣真田の息のかかった女がおるのじゃ。豊臣家が何で千の敵でありましょう。私は豊臣家の女でございます。その真田の回し者が秀頼の子をはらんでいるとしたらどういたす。神もご承らんあれ。千が産ませて育てましょうぞ。命ある限り徳川家にたたるようにと。たわけたことを。おせん、その真田の息のかかった女忍者、即刻差し出せ。お断りいたします。なれば上方からついてまいった女ども、一人残らず成敗いたすぞ。ご勝手におじい様。その時は千も生きてはおりません。千姫はその日江戸へ旅立っていった。大御所様。半蔵か。いかがした。伊賀の国つばくれ谷の忍びの者ども、召し連れましてございます。うん。
鈴見隼人でござる。般若寺風白土と捨て兵衛鈴見智康。その方ども半蔵より聞き及んだことの一件見事果たせるかの。お仙の身辺より三人の身ごもり女を探し出し、こちらの手が及んだと知らさず、腹の矢を断つのじゃ。引き受けました。身共一人にて十分。手立てはこの場で最も低層堅固な女性を一人お借りしたい。校長参り。何をいたした。針を吹いたと申しても、タンポポの毛ほどゆえ痛みも傷もない。ただし女を獣に変える妙毒が塗ってござる。校長。娘よ。物を尋ねたいのだ。おなみ様、花を摘んでまいりましたわ。まあ美しいこと。おしず、何をする。おしずはとうに死んでおります。お前は。なんかついておりますよ。そこの手水の水に移してごらん。取れない取れない。その血は消えないよ。信濃忍法月縄の血だもの。うっ。伊賀忍者駿府から来た化け物でございましょう。姫様大事ございませんか。恐れながら今田江戸より上首尾の知らせは届きません。さてはお鈴見め子孫じおったな。伊賀忍法口ほどにもなさそうじゃ。よいか半蔵、その方ら伊賀一族は忍びの術をもって六甲藩がただ飯は食わさんぞ。役に立たずは
一族路頭に迷うこともあるのだ。大御所様、しばしのご猶予、今一人江戸に差し向かわせます。ステベ、大御所様に措置の術を披露いたせ。これは身どもの男の姓にてござる。この姓、ひとしずくたりとも女性に浴びせればたちまち女の血に入り込みまする。それでどうなるというのじゃ。女性の血は騒ぎ、体はほてり、狂うたように我を忘れ、姓の主たる身どもの体を求めてさまよう主義に。眉唾な話じゃ、にわかには信じがたい。先ほど密かにひとしずく振りかけた女が参ります。恐れながら大御所様お気に入りの腰元かと。お、美鈴ではないか。体をいとうのですよ。何よりもお腹のややが大切と心得てたもれ。はい、はい、ややはここですくすくと育っておりますね。おようさん。ええ、ごめんなさい。おようさん、きっとつわりですよ。そう、座りなんて私にはわからない。本にこの線にもよくわかりません。お京、お互い女の身でありながらちょっと寂しいわね。ありがとう、もう収まりました。気分はどう？大丈夫。でも少し変ね。なんだか体が熱くなってきて。とってもいい気持ち。ああ、わからない。どうせ私にはわかりませんようで。たくみ、父と捨て兵衛も真田の目狐に食われて果てた。面目次第もございませぬ。大御所様、すまなく。恐れながら本庄を奉りたき日がございます。ではか、入り組んだ話なら後にいたせ。いえ、この坂崎、思い切して申し上げます。千姫様との祝言の儀、速やかにいたしたく。さ、その話ならしばし忘れろ。お仙も未だ心の傷が癒えぬ身じゃ。祝言などと無理を申すな。されど大御所様、約束下されたことですぞ。はい、もう言うなと申す。これは大御所様。おお、おふく、あちらで茶なぞ差し上げとうございます。おお、参ろうぞ。大御所様。半蔵め、
あれがせは三代将軍竹千代君の乳母か。なるほど、高慢そうな女子よの。じゃが油の乗った体はたまらんの。熟しがきの食べ頃じゃ。大御所様、お話の真田の女たちを千姫様の屋敷から引っ張り出す手立てがございます。まことか。お城の二の丸改築にこと寄せ、地祭りの御子を徳川一門に仕える乙女から選び出すゆえ、すべての事情を差し出すようお申し付けくださいませ。まこと目指すは千姫様の侍女たち、その中に身ごもっているものがあれば。城改築に人柱か。なるほど、名案じゃが、罪なき他の乙女たちはどこで求める。私の侍女たちを用立てます。この者たちは神かけて清純無垢な乙女ばかりでございますでは。風白、何を笑う。いや、これはご無礼。お福殿の冗談があまりにも面白うて。冗談など言うてはおらぬ。確かに申された。神かけて清純無垢な乙女ばかり。この中に身ごもり女がいるというの。何を言いやる。無礼であろう。お福殿、聞こえませぬかな。ややこの真の像の音が、この風白にはよう聞こえる。ほら、とっ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 、すんではようて、とっ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 。しゃべごと申してない。お福殿、お言葉ながらこの般若寺風白が申すからには、ざれごとではござらぬ。なんと、私の侍女の中に不死だらな女がいるとでも言い張る所存か。なれば、それは誰じゃ。桔梗、まさかそなた。いえ、決して。きっとじゃな、きっと男など知らぬな。そなたの申すこと、まことかどうかすぐにわかる。いかにも日陰月影。さて、わしはこれからどうする。半蔵、これは一体どうしたことじゃ。もう一人の風白を女の体内へ吹き入れたのでござる。月が火に照らされるがごとく、女は風白の心のままに動きます。風白が日陰なら、女は月影と申すべき忍法でございます。腹の矢やには困ったの。さればよ、はらんだ矢やがこれ以上育てば始末に困る。いっそ今のうちに。目狐を探すには風白を使え。日陰月影の実で秀頼の矢を断つのじゃ。ところで半蔵、頼みたいことがある。何なりと。ではを始末してくれ。うるさくつきまとわれて困っておる。かしこまりました。
丈夫いたぜ。一大事でございます。大御所様からのお触れにございます。すべての事情を差し出せなど罠に決まってます。白絵は誰もやらぬ。そなたたちを人柱になどさせるものですか。いいえ、行かなければ私たちが真田の手の者と知られお屋敷が襲われましょう。姫様、私が参ります。おゆい、ご安心くださいますな。敵が仕掛けた罠、いかようにも切り抜けてまいりましょうもの。赤子の心の像の音、まだ聞こえぬ。どうじゃった。顔は拝めなかったが、真田の右爪、確かに来おったぞ。申し上げます、うん、お福殿が選び出した十人の人柱の事情、すでに大奥に入りました。して、守備は？うちに一人、確かにこうはらんだ女あり、総風伯が申しております。でかした半蔵。さて、お福の手並み、楽しみよの。往復の様子が妙だな。すでに日陰月陰の術をかけてやったわ。あの女、わしの意のままに動く。捕まえたぞ。そなた男か。絡み女、ややは秀頼の種じゃ。覚悟せえ。日陰忍法、日陰月日陰か。信濃忍法、五冊返し。カビラウン剣僧はカビラウン剣僧はカビラウン剣僧はカ。のれすなたの右つねめ。そうそうそこれがましあばうちまんだばいぼうさまつぶじょぶがまにびおぼいびてめだばいにもいびつこビラウンテンソワカービラウンテンソワカーくそー。お腹の八重の命を守るためしばらく預かってもらうぞ。信濃忍法宿狩り。
どうしたのじゃ。妙な痛み方がする。まるで太い棒でも突っ込まれたような。お主まさか。これは妙だ。実にお役目大義にございます。真のどの音一つだけじゃ。しっかりせんか、グワ君。役立たずのたらわけ者。半蔵殿、この二人、みすみす真田の目につねを見逃しおって、そこから起きなさいよ。この者たちは大御所様のご加盟にて動きます。構わぬ。大御所様には私からこやつらの失態伝えます。ことは内緒にしていた方がお互いのためでござろう。何。お前様の体から真の像の音が二つ聞こえてまいりまするぞ。バカを申してない。腹は痛みませぬかな。妙に膨らんではおらぬかな。お前様は覚えていないだろうが、信濃忍法宿狩りの荒図法を受けたのじゃ。いかがかな。メギツネに小移しされたはまさしく豊臣秀頼の矢や。これでも大御所様に知らせに参られるかの。そう嘆くでない。おふくろ、腹の赤子はわしがこっそり下ろして死んぜよう。まことか、まことか、風白。ただしじゃ。一度わしに抱かれろ。よいな、よいな。風白、小卸しには俺の屋敷を使え。お結は無事に戻ってまいりました。城に残された八重の命、どうぞお守りください。ありません。ややを助けたいばかりに小移しを。でも考えが足りませんでした。いいえ、おゆい、誰もそなたを責めるものですか。他に術がなかったのですから。とにかくややを取り戻す手立てを考えなければ。今宵御種水となる服部屋敷連味噌洗い福は小卸を。ややを取り戻してまいります。おゆい、そなたは顔が知れていようにみすみす捕まりにくきか。私が参りましょう。でもその腹はもう塞がってるわ。およ、そのややを私に移してたもれ。そのような恐れ多いことは。構いませぬ。できることなら私とて秀頼様のお子を中に抱きたい。それはなりませぬ。姫様のお腹にややがありと知れれば姫様の身に危険が及ぶのは必定。姫様、どうぞこの場は私たちにお任せくださいませ。どうぞ聞き入れてもらえぬか。私のややはお京の秋バラに移しましょう。え、私はダメよ、ダメダメ。だってまだ男も知らないのに。お京、怖がらなくてもいいのよ。信濃忍法宿やつ。お嬢さん、今のうちに早く。
福殿、待たせたの。床入れしてますとはなかなか聞き分けの良いことじゃの。さぞ無念だったでしょう。日の目を見ることなく果てた八重と共に、どうぞ成仏してください。相討ちじゃと。は、真田の女一人我が座敷におびき寄せ、風白が相討ちに仕留めました。先に薄住智康が今一人を仕留めたのも確かでございます。うん、残るはハラミメギツネ一匹か。おせんもさぞかし心細かろうの。恐れながら千姫様も大御所様に逆らうとどんな目に遭うか身に染みてお分かりかと存じます。それはまずい。わしの仕業と知られればおせんは面当てに自害しかねんぞ。余生は生きることに殿御よりも執着するもの。千姫様とてなかなか自ら命を絶つなどとは。それならばよいが、どうもお千相手に争うは心がなえての。大御所様、ここは強気に出られるが寛容と存じます。どうしろというのだ。千姫様をお城に呼びつけなさいませ。今一度大御所様の意のあるところをお聞かせになるのです。今度はおせんも心を入れ替え素直に言うことを聞くかもしれんの。はい、もしお逆らいあっても千姫様不在の隙に伊賀者たちを屋敷へ差し向ければ目に爪一匹もはや打ち漏らすこともありますまいのう半蔵殿。おふくろ知恵袋もなかなかのものよの。よかろう、おせんに途上せいと押しつけ。姫様、高知氏は済んだのですね。はい、ここにちゃんと。やはりこの方が落ち着きます。やれやれ、私はこっちがいい。おかげですっきりしました。おゆい、唯一残った大切なややじゃ。しっかり守ってたもれ。はい、必ず。千は城へ参ります。おじい様の呼び出しです。姫様、おやめくださいませ。大御所様が何をなされるか知れたものではありません。いいえ、いつまでも受け身に回っていては最後のややの命とて危うかろう。姫様、千はたとえこの身に変えてもおじい様の非道をおいさめいたします。でも大御所様がお聞き入れなければ。その時は必ずおじい様と差し違えてみせます。そなたたち、私が明朝までに戻らない時は千は亡き者と思って速やかに落ち延びておくれ。そして必ず豊臣の御子を頼みましたよ。はい、はい、姫様、お気をつけて。姫様！
電気でもろとも捕らえよ。あれあんた、この場は私がお京姫様をとどめます。おゆい、姫様早く。無限泡影、男は屋に戻るとしれ。またしても苦の一命。その後、千姫の行方は用として知れなかった。これは姫様に。まあ、これは陸奥の紅花ですね。姫様は紅をつけてきれいにしていてくださらなくちゃ。ありがとう。はい、これはおゆいさん。いいわね、きっと坊や大喜びよ。あら、坊やだなんて、姫様かもしれないのに。いいえ、坊やに決まってます。強くて賢い和子でなくちゃ、豊臣家の再興はなりません。おゆい、和子でも姫でもどちらでも構いません。五体堅固なややが、無事にさえ生まれてくれればいいのです。姫様。千はもう、徳川も豊臣も、どうでもいいと思うようになりました。戦はもうゴリゴリ、生まれてくる子が伸びやかに思うがままに育ってくれればいい。それだけで十分です。本当ですね、ゆいもそう思います。いい、それでいい。そのお腹の八重の母親は誰になるの？私に決まってるわ。だってもともとお葉様が身ごもった赤ちゃんよ。私のお腹の中にもいたわ。そりゃ短い間だったけど、お腹痛めたのよ。
分かったわ。ではお嬢さんと私、お京も母親と認めましょう。贅沢な赤ちゃん、母親三人だって。いいえ、四人です。私もやや愛おしむ気持ちはそなたたちには負けません。どうぞ母親の中に入れてくださいね。姫様、よかろう、差し許すぞ。こんな平和な暮らしがいつまでも続いてくれればいいけど。姫様、心配なさらないで。この相模の山中までは伊賀者の目も届かないでしょう。大丈夫ですよ姫様。真田の右すね、とうとう見つけたぞ。伊賀の鼓隼人じゃ。影を動かし人を撃つ伊賀忍法桃よ車。どどもに知らせい。
前、これは何だ。タイの天ぷらでございます。おふくが腕によりをかけました。おふく、半蔵の屋敷に鳩が知らせてきた。鼓隼人が三匹目の真田の目狐を仕留めたそうね。大御所様、これで豊臣の血は絶えたのでございますね。相模の隠れ家へ半蔵が迎えに参った。汚染が戻ってくるのじゃ。今度こそ仲良できるじゃろうて。おめでたいことでございます。うまい。もそっとこれを食わせてくれやれ。姫様、しっかりしてください。もう一息ですよ。今日、夜明けはまだですか。はい、まだ夜は明けません。そうか、夜明けが待ち遠しい。姫様、しっかりしてください。姫様、しっかり。忍びに情けは無用ぞ。千姫様、服部半蔵お迎えに参上つかまつりました。その赤子、まさか秀頼殿。そうじゃ、この千の和子です。姫様、大御所様のご加盟でござる。江戸へお戻りください。その和子は半蔵にお渡しを。嫌です。江戸へは戻らぬ。この子も渡さぬ。やむえませんが。切るのか。ならば千もろとも切るがいい。
大下半蔵、忍びに情けは無用ぞ。千は勝ちました。いいえ、母は勝ちました。この日、元和2年春3月、家康はひ孫の誕生も知らぬまま意識不明に陥り、やがて永遠の眠りについた。一説に鯛の天ぷらによる中毒死とあるも、真偽のほど定かではない。